あ野翔太郎は、昭和期の日本の男性政治家、大倉大臣。愛媛県水戸予軍曹三豊群草山村に、農家の長男として生まれる。教員養成所を出て、地元で代用教員を務めた後上京。1907年、明治大学法科を卒業する。苦学しながら努力し、在学中に高等文官試験にパスしている。1911年内務省に入省。 台湾総督府諸機関、香川県警察部刑務課長、同県木田郡長を務めた後、官僚としての前途に行き詰まりを感じ、実業界に転ずるべく1918年に内務省を退職、同年広島の勝光産業業を買収し、代表取締役に就任した。1930年、第17回衆議院議員総選挙に立憲民政党公認で、 旧香川2区から立候補し初当選する。以後当選7回、民政党総務、大倉参与官等を歴任する。1940年に米国、欧州を視察し、充実した国力を目にして、戦争反対を解くようになる。政党解消後は、翌3政治に批判的な立場を取り、1942年の翌3選挙では、非推薦で当選した。戦後は、 鳩山一郎、上原悦次郎、安藤正澄らと、新党結成に動き、日本自由党結成に参加する。同年10月発足の締原内閣では、足田人志交渉の下で、厚生政務次官を務める。1947年自由党が分裂すると、矢野は足田に従って、離党、民主党結成に参加し、政務調査会長に就任する。同年6月、 片山内閣にて大倉大臣として入閣するが、就任半月後に過労による脳一血で倒れ、1ヶ月足らずで辞任を余儀なくされた。その後は民主党顧問などを務める。1949年6月21日、63歳で死去。ありがとうございます。